巨人パンダ某企画沖縄鳥島支部に出張だ。いい加減変なところに支部つくのやめろ。某企画、そもそもどうやって沖縄鳥島なんて行けばいいんですか。直通便もないからな。さすがに今回は某企画は船をチャーターしたぞ。まあ移動手段用意してくれるなら言ってもいいですけど。じゃあアヒルさんガッガッゴーだ。ガッガじゃねえよ。アヒルボートですか。船を借りる金がなかったからな。井の頭公園からかっぱらってきた。人はそれをチャーターではなく窃盗というってことで頼んだからな。行ってこい。遭難するだろ。遭難したな。ね。遭難。100日間海の真ん中を漂流するとどうなるのか。ここどこかな。おそらく太平洋のどこかだと思うが、島も何も見えないから判断できないな。漁船も全然見かけないし、これやばいよね。正直かなりまずい。海難者の 90% は遭難から3日以内に死ぬと言われているんだ。そんなに海難って厳しいの？大抵は船から放り出されるからな。水温で体温が奪われて低体温症になって死ぬ。なんとか船があるのはラッキーだったんだね。まあヒルボートだけど。とりあえず救助か漁船が来るまでどうにか生き延びないといけない。持ち物を確認しよう。見つかったのは釣り竿とバケツ、毛布、タオル、スナック菓子、あと数本の水くらいか。あと非常食も。そんなのあったか。そこに鶏肉が。今ここでお前熊肉にするか。とりあえず一番の問題なのは水かな。そうだな。この量だと一日でなくなる。じゃあ今ある水全部僕のね。一番の問題お前だな。あとスナック菓子ももらうね。もう好きにしろ。俺は毛布をもらう。何してんの。屋根を作ってるんだ。海の上は日陰もないし日差しも強い。屋根がないと日焼けで低温やけどになる可能性がある。確かにかなり暑いもんね。そんなこと言ってたらまた喉乾いてきた。あ、でも水には限りがあるし、ここは一旦海水でしのぐか。お前何してるんだ。水分補給だけど。今すぐ吐き出せ。何何何。海水は塩分濃度がかなり高い。海水を飲むと体内で塩分を薄めるために飲んだ以上の水分を消費してしまうんだ。海水って飲めないの。じゃあこれからどうやって水を手に入れるのさ。こんなペットボトルすぐなくなっちゃうよ。海水を蒸留させて飲み水にするしかないな。空のペットボトルあるか。一本だけあるけど。まずは空のペットボトルに海水を入れて日向に置くんだ。太陽熱で海水を蒸発させるんだね。次にスナック菓子が入ってたビニール袋をペットボトルにつなぐ。こうすることで蒸発した蒸気が溜まって飲み水を確保できるって寸法だ。でもこれめちゃくちゃ時間かかるよね。そうだな。これで俺たち二人が生きていける量、水が溜まらない日があったら死ぬ。1日後。めちゃくちゃ喉乾く。もうペットボトルもないし、やっぱ海水を飲んだのはまずかったな。ねえペンギン、蒸留した水は。これだけだな。そんな数滴しかないじゃん。今日は天気が悪くてあまり海水が蒸発しなかったからな。確か生きていくためには1日1リットルは水が必要なんだよね。そうだな。しかもそれもギリギリの量だ。本当はもっとあった方がいい。海難者の 90% は遭難から3日以内に死ぬと言われているからな。あの言葉が現実味を帯びてきたな。この調子だと確実に 2,3 日後には脱水症状で死ぬな俺たち。だが希望はまだある。この天気の悪さなら。あれ、とりあえず最初の賭けには勝った。パンダ、雨だ。めちゃくちゃ降ってきた。何でもいい、あるもの全てでこの雨を集めるぞ。遭難3日目。とりあえずこの雨水で 2,3 日は持つな。なんとか生き延びたね。あとは食料問題だね。よし、今日は魚を釣るぞ。でも餌もルアーもないのに魚なんて釣れるの。割と光るものなら食いつくらしいぞ。とりあえずスマホケースを砕いてルアーにしよう。もったいないけど、こんな状況だし仕方ないね。よった。これどこまで垂らせばいいの？水中深くまで？ある程度でいい。狙うのはこのボートの裏にいる魚だ。へえ、そんなとこに魚いるんだ。魚は日陰に集まる習性があるからな。何もしなくても魚が集まってることが多いらしい。
待って、来たかもしれない。焦るな、慎重に引いていけ。分かってるって。行くよ。三日ぶりの食事だ。何も味付けしてない魚だか。めちゃくちゃ美味しいよペンギン。空腹は最高のスパイスだな。明日もこの調子で行きたいね。なあ、絶対に生き残るぞ。うん。そうして俺たちは海上でのサバイバルを続けた。食料と水を手に入れる方法を確立したし、救助が来るまではなんとか生き延びられる。そう思ってたけど。現実はそう甘くなかった。ペンギン、今日の水は。これが最後だ。食料と水が手に入るかは運に大きく左右される。特に海水の上流は天候と気温に左右される上に、雨が降らなければそもそも二人分を支えるほどの水の量にはならなかったのだ。やばいねこれ。めちゃくちゃ視界が狭い。一週間近く十分な水分を取ってないからな。もうさすがに本当にダメかもねこれは。パンダ、3日以内に 90% の人間が死んでしまう海上遭難で、僕らはよくやったよ。そうだな。最後まで頑張ったし、これはもう仕方ないや。話すのも疲れるし、そろそろ寝るね。ああ、俺ももう寝るか。なんで目開けちゃうんだよ。すまん。めちゃくちゃ喉乾いてるのに涙だけは出るんだね。こんなどうしようもない状況でもうできることは何もない。死にたくない、大した理由もない。なのに生きたくてしょうがないんだ。そうか、いやそうだよな。くだらないけどさ、近所の行きつけの居酒屋にまた行って店主としょうもない話したいとか、そんなことばっか思い出すんだ。そんなの、そんなの当たり前だ。俺だって同じだ。そっか。俺は今公園で夜一人で酒盛りしたかったなって思ってる。何それ、くだらないけど楽しそう。うん、おお、ウミガメか。へえ、初めて見た。産卵の時期が近いし海岸に向かっているのかもな。うん、手を伸ばしても逃げない。それがどうしたの。あ、パンダ捕まえよう。え、ウミガメの血液を飲めばなんとか今日明日は生き残れるかもしれない。でもどんな動物でも命をいただくことからは逃れられない。生きるためには。他の誰かにとってはくだらないことだが、俺にはやり残したことがある。俺は生きたい。だからたとえ自分の手を汚したとしても。僕もやるよパンダ。ごめん、ごめんね。さらに数日後。魚釣れたぞ。タオル貸して。ウミガメを犠牲にし生き延びた後も水分不足は常について回った。だから僕たちは今度魚を犠牲にしている。魚を捕まえたらタオルで包んで絞り、体液を絞り出し飲む。きっと助かっても助からなくてもこの手の感触はずっと消えることはない。それでも生きるために命を犠牲にして生きていく。残さず食べよう、せめて。今のって船の音だ。バンダ、スマホを出せ。光を反射させてここに俺たちがいることを伝えるんだ。 Oh, are you right? Is there anything you would like me to do? なんて言ってるんだろうね。とりあえずセンキューって言っておけば大丈夫だろう。なんか遠くまで来ちゃったみたいだね。そうだな。日本に帰れるかな。 The heart appears to be injured. I will treat you, huh?
なんて？手の怪我を心配してるみたいだな。治療してくれるって。え？さっきの魚の時に気がつかなかったな。パンダ。いや、これはこのままでいいよ。大した怪我じゃないし。そうか。伝えておく。生きて日本に帰ろう。ああ。奪った命に報いるためにも、僕たちは生き抜かないと。その最後の日まで。昔ってさ、法律いるっていいよね。今だと違法だけど、昔は合法だったものとかあるみたいだし。もう今は昔と比べてかなりしっかりしてるよな。こんなの生きづらいし、でも起こそうよ。昔の緩い雰囲気を取り戻そう。次回、タクシー罪も変えた。昔は合法だったヤバいもの残せん。それいいな。昔は長時間労働しても怒られなかったしな。俺も手伝おう。法律ガチガチ最強、法律しかガチャン。手のひらくるくる。上司おい上司。悪い、ソリティアしてた。またクソゲーですか。クソゲーじゃない。ソリティアは組札とバウダーの関係、次の山札を読むか。やり込むな。例えばこれを見ろ。まずこの盤面では、いや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 、どうした。何これ。ソリティアだぞ。いや、ソリティアだけど。これ僕たちのデザインですか。はあ、言い忘れてたが、抵抗ペンギンのソリティアが配信中だぞ。忘れるな。そんなあっさりでいいんですか。みんなダウンロードしろよ。ファンアートの募集をしているぞ。詳しくはツイッターを確認してくれ。書いてくれてありがとうな。ペチ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 。抵抗ペンギン、チャンネル登録よろしくな。ペンギン、この仕事よろしく。いやだ。頼むよ。断る。ちょっとだけ。無理。お願い。帰れ。はい、もう渡しました。ハラグのパンダか。